はい、どうもレイトです。さあ今日はね特別ゲストが来ております。横川祐希さんです。横川祐希です、はい、横川さんちょっと簡単に自己紹介。はい、名古屋でですねイベントのプロデュース役者司会業をさせていただいておりまして、今回はですね、舞台も、はい稽古中というわけでございまして、はい、今稽古終わりなんですよね。稽古終わりですね、はいはい、片付けてあと出るだけの時、はい、時でございますけども、本当に最近ね横川さんとお仕事をして、はいはいはい、やっぱこうエンタメのお仕事で、はい、プロデュースよく噛むんで、はい、よくねここ編集したりするんですけど、こんだけ喋ってたら、はい、カットできないんですよ、ね、もうちょっとこのまま流すんですけども、はい、まあプロデュースとかいろいろされてて、はい、で最近横川さんと一緒にお仕事する機会もそうですね、僕自体もねすごく得ることが多いんですよ。そうなんですか。はい、横川さんから司会のお仕事とか、はい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 、お芝居とかありがたいことに僕にオファーしていただいて、はい、やらせていただいてるんですけども、まあ、本当にすごくいい経験になってて、あで今回ね稽古終わりということで、はい、また横川さんがプロデュースするそうですね舞台、はい10月の6日7日に行われます千種文化小劇場でやっております、はいしっちゃかそれでも僕は眠れないというタイトルでございまして、はいテーマが月のお話でね、やらせていただいておりまして、はい8人で届けるあそこですごい8人で千種という劇場は ね本当に大きな劇場なんですけども、それを8人でやるという1時間のハイスピードコメディということでございまして、はい、その中でもレイト君は結構熱い役を、熱い役ですね。はい、ピンときましたね。レイト君を見て書いたような。あ、本当ですか。ありがとうございます。役者が決まってから台本書くんで、あ、そうなんですね。でどなたが出れるかなって決まってから書き始めるんで、はい、だから本当にレイト君のために書いたような、なんか結構お付き合い長いんですけどもそうですね、もう約1年ぐらいになったんですかね。そうですね、1年だと長いか短いか分からないんですけどいや1年って人によっては長かったりします、まあ、そうですね。横川さんにとっては短かった。いや違う、長いです。僕にとっては横川さんのこれ1年結構長く感じてたんですけど、わかります。横川さんにとっては短い。いや、いいよ。なんでも、あ、そうです。僕にとってはちょっと濃密なね約1年だったんですけども、ね、はい、まあ、横川さんから見て、うんうん、僕って、ま、ちょっと熱いお芝居が合うみたいなちょっとお話ししていただいたんですけど、はいはいはい、どんな人ですか僕。うんと、なんか、はい先輩にすごく好かれる人だなって。いやありがとうございます。揉み方下手手の揉み方下手いやでもなんか結構その後輩に対してしっかりとそのお芝居とか芸能 の, そのまあ指導されてる先輩方も、彼はいい子なんで使ってあげてくださいって言ってもらえるのって言ってもらってるんです結構ね。ああそうなの、ありがたいです。レッドさんってどういう方なんですかって言うとすごくいい子だから、だから彼なんかあったらちょっと使ってあげてとかで、やっぱみんな上の人みんな言うんですよ。なんかこう第三者を通してこう、そうですね、めっちゃ嬉しいですね。だからなんかじゃあこの方が言うなら大丈夫だろうなと。普通この業界ってライバルを増やすから、あだったら俺にくれとかって言うじゃないですか、はい、だけどみんなレイト君をこぞってなんか彼使ってあげてほしい。あ、マジですか。だからめっちゃ嬉しい。どんな方なんだろうなと思って会ったら、あ、なんか、はい、なんだろう、天然だし。あ、いや全然天然じゃないですけど、はい、あで計算全部全部計算してますあ、そうなの。そう、全然そうなんですね。全然ですね、その真顔で嘘つくのやめてください。天然とも思ってないですし、まあでもなんかその面白おかしい部分もあったりとか、はい、だけどなんかエンタメに対しての嗅覚が鋭いなっていうのがあって、そうなんですか、うん、なんか割とその本来役者の人たちとかが今芸能の変化ってあるじゃないですか、うん、そうですね、いろいろ今変わってきてますからね、うん、なんかそのお芝居の基礎やってない人が人気だからドラマ出ちゃうとかってもう当たり前なんですよね、うんうん、そうですね。でそれに向けてじゃあ僕らも俺の方が上手いって拗ねるんじゃなくて、うん、じゃあやってみようかって、うん、慣れる人って結構少ないと思うんですよ。ああ、そうですね、うん、だってじゃ あ, 演劇チームだったらじゃあね、はい、TikTok で流行ってるごっこクラブとかさ、うん、演劇系のハッシュタグで伸ばしてさ、はい、でフォロワー増やして広告入れてとかやれば、はい、それで役者で食っていけるのに、はい、やらないじゃないですか。そうですね。だから割とそのレイトさんってそのビジネスの目線って、僕もそのいろんな上の人たちに言われたのが、うん、名古屋だと珍しくビジネスの目線で芝居を捉えてるというか。確かに、まあ、僕自身もあの美濃加茂トンネルとかね、はいはい、ポンジュレアを経営したりとか、まあ、YouTube 自体も僕起業だと思ってて、まあそのいろんなね市場いろんなジャンルがある中で、自分はどこでやればいいのかってみたいな。そうですね。で YouTube 3年前に始めたんですけど、うん、まあ、そこが僕の第一一歩で、でそこからいろんなことをやるようになって、まあ、こう俯瞰的にちょっと自分が見れるようになって、はいはいはい、
でお芝居も、うん、もうちょっとねこう文化として根付かせたいっていうのは思ってて、うん、でもなんかやっぱりこう音楽とかの方が埋まるじゃないですか、はいはい、お客さん呼べるじゃないですか、まあ、演劇よりもそうですね、まあ、ちょっとテイストは違うと思うんですけども、なんかあの見に行かなきゃいけないの演劇なんですよ。あ、音楽って遠くにでも聞こえてくるんで。なるほど、うん、確かに。だからなんかイベントとしてもやっぱり声かけやすいですよね。そのステージでやれるものって音楽ダンスなんですけど、はい、演劇って実はそのショッピングモールだとやれないじゃないですか。あ、確かにショッピングモールとかね、周りがねこう音がしたりすると集中できなかったりもありますし、よくあるものってダンス、はい、歌と演劇って、まあ、分かりやすく言うとエンタメじゃないですか、はい、でそのお芝居って実はショッピングモールだと絶対やれないんですよ。あ、確かに確かに。だってファーって来て見てとかヒーローショーぐらいじゃないですか、見れて。ヒーローショーは見れますね、うん、だけど演劇って途中から見ちゃうと見れないんで。そうですね。なんでだからそういうの見に来てもらうっていうものを変えようとして見てもらえるっていうか、当たり前のように垂れ流せる文化っていうのは SNS じゃないですか、はいはい、でそれやっぱりちゃんとやってて、あ、僕そう SNS も結構頑張ってで、大体みんな心折れちゃうんですよね、再生回数伸びて。そうっすね、まあ、根性っすよね、あそこは。もう継続っすよね。でもやっぱりレトさんのやってることをチェックしてると、はい、一個一個丁寧に重ねてってるんで、はい、よく見てくださってる、ありがたい。だからなんかお芝居とか座を組むって結構命かけることじゃないですか、はい、だからこの人だったら命かけたいなっていうところで今回ちょっとお声掛けさせてもらって。 ありがとうございます。なんでまだその悩んでる方とかいるかと思うんですけど、はいはいはい、あの今回いろんなチャレンジがかかってますので、はい、なんか畜産という劇場を使って、うん、もうこんな演出するんだってことも起きますの で、 そうです、ね、あの10月の、6、7、はい、金土に行われますので、あの概要欄の方にね説明貼っておりますので、よかったら覗いてください、はい、ということで、いつもね僕はねこう岐阜のスポットとかグルメを紹介してるんですけど、はいはい、今日はこう役者レイドとしてこう稽古終わりで、ね、そうですね、横川さんとお話しするっていうね、これレアな回ですね。そうですね、普段はスポットとかグルメとかしか紹介してないので。そうですね、なんかグルメの話しましょうか。いや、いいっす、いいっす、いいっす。もうここでもうお腹いっぱいだと思いますので、深いお話ができました。はい、今日はこんな回でございます。それではまた。レイレイ初めて言われました。